広瀬良平7月17日から2008年11月24日は日本の作曲家。北海道函館市で広漁業に勤める父、力夫とレストランご当兼店主の若山徳次郎の長女、柳の長男として生まれる。1943年私立函館中学校に入学するが、翌年父の転勤に伴いカラとヨハラ市へ引っ越し。 カラフト町立豊原中学校に転入。1945年3月函館に戻る。終戦後、北海道立札幌第一高等学校へ転校。1948年、北海道大学予科分類に入学。この頃から作曲を始める。教育学部へ進み、1953年に卒業後、上京。1955年に、 東京芸術大学作曲家に入学。1961年に同専攻科を修了。在学中、池内智次郎、島岡譲、八代秋浦に指示。1977年から1996年まで、京都市立芸術大学音楽学部教授を務め、その後同大学音楽研究課長、音楽学部長を歴任。 ザルツブルクモーツァルテウム音楽院講師、ドイツエッセン音楽大学講師、国立音楽大学講師、同志社女子大学大学院講師、東京芸術大学講師も務めた。1984年から1988年まで日本現代音楽協会委員長。2000年より2004年まで京都市立芸術大学伝統音楽研究センターの提唱者にして初代所長。 後同大名誉教授となる。2005年より京都コンサートホール館長となり、死去するまで務めた。2008年11月24日、肝不全により京都市内の病院にて死去。78歳没。ありがとうございます。